さあ今日はですね、湯島天神を前にしまして、湯島天満宮ね、はい、久しぶりに来ました僕は。久しぶりに行ったけど、俺も久しぶりだけど、あんなにいろいろあるとは思ってなかったよね。ちゃんと見たことなかったから。ちゃんと見たことなかったからね。展示室も知らなかった。なかなか、うん、いいですね。充実しましたよ。その後国立科学博物館も参りまして、うん、特別展ミイラ。ミイラ。世界のミイラ。ミイラはエジプトだけじゃない。なるほど。南北アメリカにもあるし、ヨーロッパにもあるし、日本にも何ならあるぞと。ですね。一生分見た感じでミイラ、でしょ、こんなに集まるの多分空前絶後かもしれないですよ。すごいと思う、はい、うん、というわけで東京上野の国立科学博物館で開催中の特別展ミイラ永遠の命を求めては、まさかやっちゃおうぜ、これも生かそうぜ、もういいでしょ今。こちら東京上野国立科学博物館、うん、開催中の特別展ミイラ永遠の命を求めては、我々の番組は火曜日の夜9時の放送です。ぜひご覧ください。もう今回の展覧会はまさに奇跡なんですね、うん、上野はミラクル、あ、ミイラだからね、ミラクルね、うん、今の閉店の閉店、はい、もう帰れてもないですから、閉店じゃない、閉館だ、閉館、まもなく閉館です。